おはようございます。星野瑠璃です。今日はボートレース平和島に来ました。それでですね、今日ちょっとイベントに参加させていただいてまして、11月19日大盤振る舞い日となっていて、それで遊びに来たんですけれども、星野岬と行くボートレースツアーというツアーがありまして、そこに参加させていただいてました。で、今ねそれが終わりまして、昼過ぎ2時ぐらいかなんですけど、ここからボートレース楽しんでいきたいと思うので見てください。で、最後にですね、もしかしたら平和島さんでイベントをやるなら来ますか来ませんかっていうアンケートを入れ込むかもしれないんで、答えられる人は答えてください。はい、平和島初レース、買ったのはこれが1号艇を1着固定して、2着に、3号かな、違う3、4号だね。で、3着に3、4、5、6っていうフォーメーション9点ですね。 OK、 分かってます。今日ね、多分結果を見てると、そのインは逃げてるけど紐で荒れてるっていうケースが多いから、こういうのにしたんだけど、とりあえず1号艇が1着を願うのみで、スタート展示は一応枠なりになってるんで、そのまま本番も枠なりでスタートするんじゃないかなとは思います。で、その6号艇にね A1 の選手がいるんですけど、モーターがかなり悪いモーターになっているということで、あっても3着、2着は無理でしょうという、直線の伸びもなさそうだし、だから3着には一応入れたけど、本当は完全に切りでも良かったかもしれない。あと2号艇の選手も B1 の選手なんですけど、体重が 57.4kg で、モーターも悪くって成績もあんまり良くないので、2号艇はもうバッサリ切る形にしました。そうするとね、1号艇がこう行って、2号艇がへこんで、で3、4あたりがこうまくって刺して、1号艇は逃げるという感じで決着がつくんじゃないかなと思ってるんで、とりあえず1号艇さえ逃げればほぼほぼ当たると思います。これは枠なりになりますね。なんか向かい風が吹いてるから、そのスローの 1,2,3 今だとのスタートの助走がつきづらくって、ダッシュ勢が有利になってくるから、そうするとやっぱりダッシュ勢が絡む、どんどん絡むような結果になりやすい天候です。今日は向かい風だから、だからこのしごろが今有利なんだよね。ダッシュがスローが乗れないらしい。あ、外がいいね、外がいい。2はへこんだ、2はダメ、あとは1が逃げれば取れる。お願い、一逃げて。あ、きつい、混戦、マジ混戦。こっからはモーターの勝負になってくるから、やっぱ6はきつい。1は外出したけど、4がちょっと前に出てるね。4が B1 の選手だから、こっからまくるとしたら、6もモーター悪いんちゃう？ ちょっとさ、めっちゃ混戦模様じゃない？すごい荒れてる。あ、急に3が来た。1号って頭じゃないんだ。もう無理だよね、こっからじゃ。結構差開いたけど、もう1は無理だ。なんかエンジンあんま良くなさそう。あ、1来た。4頭確定だね。でも
ズレです。どうなるか分かんない。43、あ、6だ、え、ダンプしたわ。436になった。超荒れたんじゃないこれ。1号店なんのかな。2号店やば。あ、6だ、6。もうこうなったら6頑張ってほしい。436だって。超荒れた、超荒れた、超荒れた、超荒れた。436だから、もう4が B1 で、塚本、そう、やばくない？超荒れてない？来た、紐は来た、紐は来た。頭が違う頭が違った。紐だけ合ってた。ね、紐だけ合ってた。まあでも固定でもよかったかもね、紐。いや、そう、やばいやばい、こんなんやばいよ、こんなん。アホだよ、これ1000円でかけてるからさ。はい、平和島9レース買ったのはこれですね。で、これどういう風に買ったかっていうと、あの5号艇の選手を2着固定と3着固定にした券ですね。で、その5号艇の選手が今日もう本当に外が来てて、もう向かい風だしダッシュ勢が強いということで、まあ、外4、5で選ぶなら、まあ、5でしょうという感じで5号艇を中心に買ってます。まあ、ちょっと買い間違えちゃってね、1着に来たら外れちゃうんだけど、まあ、1着はないかな、さすがに。わかんない、外れたらショックだよね、こういう買い方して。1着とかに来たらフォーメーションで買ってたと思ったら買ってなかった。船券もさ、馬券みたいにあのフォーメーションでね、テレボートみたいに買えればすごい買いやすいなと思うんだけど、自分で書くと分かんなくなっちゃう、間違えて。とりあえず黄色5号艇を応援します。外を軸にできるっていうのはこの平和島のいいところでもあるよね。内を軸にするより外を軸にした方が安心して 見れる。あと今日みたいな向かい風の日はうちが飛んだらムカついちゃうじゃん。だから外を軸にした方が、まあ、来なくて当たり前、来たらラッキーっていう感覚だから、あのそんなにイライラしないで見れるよね。午前中は今日雨が降ってたんだけど、もう止んだから、もうたくさん人が来始めた。もうここらでなんか硬い感じで終わるかもね。ずっとずっと荒れてるみたいだから今日。なんか前半と後半で全然ね変わってきたりもするから、どういう感じで変わっていくのかわかんないんですけど、頑張れ頑張れ。とにかく5。あー、もうスタート良さそう、絶対5がいい。3はへこんだ。1、2、5で決まんないかな、これ。4がめっちゃ遮光してる。来た、5。さあ、さっき言ったんだけどさ、5、1着を買ってないのよ。2着、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 5は2着。1、1、1、1。1、1、1。やばいやばいやばい、これ5じゃん。まくってるじゃん。ちょっと買い間違えちゃってね、1着に来たら外れちゃうんだけど、まあ1着はないかな。だからさ、買い間違えたんよね、マジで。もう無理じゃない、多分5じゃないこれ1着。いや、あのまま行ってからればさ、させさせまくれ。いや、まだもう無理か、直線でどう頑張るかだけど。1
A2 の選手か。 A1 だもんな、5は。マジで買い間違えたんよね、これ。うーわまあ安いか。マジでショックなんだけど、マジで買い間違えたんだけど。絶対このレースでやめれてたわ。マジで買い間違えたんだよね。まあ1着はないかな。まあ1着はないかな。はい、平和島10レース買ったのはこれで、これですね、あの1号艇がもう1着に来るともう安すぎるということで、1号艇1着は1個しか買ってないのかな、ここ1個しか買ってなくって、もう1号艇が2着3着にまあ来ないと外れてしまいます。で1号艇の選手さっき出てたんですけど、2号艇からあの4着があって、まあ、その他は成績いいんですけど、だからもう安すぎるからあの外しました。1着からは本当はね1号艇1着に固定したいんですけどね、あの4号艇平田選手は、まあ、ほぼほぼ絡むだろうと思っております。でも、まあ、今日めっちゃ荒れてるからどうなるかわからん。その外が来そうだよね。あの6号艇の選手もまあ本当に強い選手なんで、2着3着にはまあ普通にありえるだろうと、4と6ねだからありえるだろうと思います。まあ、6号艇頭っていうのは買ってないんだけどね。とりあえず3号艇 A2 の選手村田選手か4号艇が1着になればまあいいなっていう感じ。だから1号艇が逃げ切ったらほぼ当たんない。外ダッシュ勢ダッシュ勢4、やっぱ平田選手いいよ、平田選手いいよ、34いいよ、34いいよ、34、6もいい。あ、普通に、あー微妙1かな、これ超微妙。うちも来てるもんね、4来てるよ。平田選手うまいから平田選手ここ行くんじゃない。うわ1が有利かな、ちょっと直線超伸びてる。あ、外回った、まくれ、平田選手まくれ、いいよ、内側にいるから直線伸びない、直線伸びないね。平田選手こっから無理かな、ここ重要だけど、まあ、ほぼ1かも。1だ1、もう逃げた、超安い多分これ。1番人気かな、あれでも当たってるな、143だったら。あの1号艇頭のやつ1個だけ買ってるって言ってて、その1個が143だよ。だこのまま終われば的中は的中だわ。あ、もう決まりじゃん。え、これ最終？いや、惜しかったね。平田選手まくると思ったんだけどね、一着で。143。あ、的中した。あの1号艇が2着付けでほとんど買ってるって言ったんだけど、
その一番最後だけ1号艇1着だったら嫌だなと思って1種類だけ買ってた。143ということで、まあ確定するけど、まあね、これすっごい安い、絶対7倍とか8倍とかの可能性がめっちゃある。めっちゃ安いっしょ。ほら7倍だ、一番人気だ。ダメダメ、また的中したからいいけどね。はい、平和島10レース見事的中ということで、まあ安かったんですけどね。1号艇あの2着付け3着付けとかで買ってたんで、2着3着に来たら30倍以上ついてたからいいなと思ったんだけど、まあ、結局7倍が当たっただけという。でもまあね、こうやってまあちょこちょこ遊べるし、その平和島はその外がとっても有利で、向かい風だとダッシュが強いということで、まあ、外を軸に買うとあの楽しいではないかと思います。今日もね7万4千ぐらいののも配当のもあったし、昨日も11万かな、100円が11万円っていうのもあったんで、まあ、ボートはこうやって当てやすいですね。まあ、当てやすい、まあ、平和島は難しいんですけど、競馬でいうと地方競馬の多いみたいな感じなのかな、雰囲気的には。そのインが強い、インが強いと言われてるボートレースで、まあ、唯一外が強いボートレース場ということで、まあ、とても楽しい買い方ができるんではないでしょうか。まあ、皆さんもボートレース平和島遊びに来てください。じゃあまたねー。